オパンドキアメントをサポートするアプリケーションの一覧では、オフィススイート用のオープンフォーマットである、オパンドキアメント方式をサポートするソフトウェアの一覧を列記する。以下のソフトウェアがオパンドキアメントをサポートしている。ワードプロセッサー他のアプリケーションデータ、管理テキスト管理翻訳サポート参考文献目録、スプレッドシート他のアプリケーションアレッジマネジメント統計翻訳サポート、 他のアプリケーション翻訳サポートモジラによると、モジラファイヤーフォックス用の拡張機能がタリンという開発者により提案された。拡張機能の公式リポジトリから入手可能。ウィキメディア財団によると、ウィキペディアは2008年中旬から印刷用域ページの文書フォーマットに、トフを採用する予定となっている。アドビシステムズはバーチャルユビキティ社を買収してから、 アドビバスワードにおけるトフの将来的なサポートを発表している。オパンドキアメントのパッケージには各ファイルを ZIP 圧縮したものが用いられている。中には単一の XML ファイルをフォーマットとするものもあるが、ほとんどのアプリケーションではパッケージ化されたフォーマットを用いている。したがってオパンドキアメントファイルを扱うためには少なくともそのアプリケーションは ZIP ファイルと XML データを扱うことができなければならない。オーパンドキュアメントに対応したプログラムまたはプログラミングライブラリーには以下のようなものがある。マイクロソフトは OfficeOpenXML とオーパンドキュアメント形式のファイルの相互運用を可能にするために OpenXML トラレータープロジェクトを開始することを発表した。 s, s o u r c e f o r g e n e t 上で運営されているこのプロジェクトには複数のマイクロソフトのパートナーが関わっており BSD ライセンスの下でフリーに利用可能なマイクロソフトオフィスのプラグインを作ることを目的としている2007年12月までにマイクロソフトワード、マイクロソフトエクセル、マイクロソフトパワーポイントに向けてそれぞれプラグインが公開された しかし、マイクロソフトから独立した調査によると、オフィス2007に対するサポートに欠陥があることを、含めていくつかの問題点が指摘された。2009年4月公開のマイクロソフトオフィス2007 SP2 により対応。サードパーティのサポート現在、3つのサードパーティー製、プラグインが利用可能である。すなわち、3マイクロシステムズ製のプラグイン、ウーワードフィルター。 そしてオパノパノフスである。四つ目のプラグインが2006年5月にオパンドキアメントファンデーションによって告知されたが2007年10月で開発が中止された。賛成のプラグインによってマイクロソフトオフィスワード、エクセル、パワーポイントのユーザーはオパンドキアメント、フォーマットファイルの読み込み、編集、保存ができるようになる。プラグインは マイクロソフトオフィス2007の読み込みと保存を可能と、スルフリーでオープンソースなプラグインである。完全にオフィススイートをインストールしたり、巨大なプラグインをインストールしたりする代わりに、O さんは、小サイズのプラグインをマイクロソフトオフィスシステムにインストールする。このプラグインは、自動的にファイルを変換専用のサーバーに送信し、そして変換されたファイルを受信する。 このサーバーはローカルに運用されるか、またはサーバーをセットアップしたくない人のために、インターネットでアクセス可能となる。サーバーのベータ版は半分が完成しており、アルファ版のプラグインは2006年前期に公開が予想されている。フェーズ N によると、このアプローチの主要な利点は単純性にある。彼らのウェブサイトによると、王さんは、 新しいコンセプトを発見する必要はなく、重要な発見によるものでもなく、プラグインのほとんどは openoffice.org の開発者や、シーパンモジュールの作者、そして、ネットフレームワークとオフィスチームによりすでに行われた作業をもとにしている。また、彼らによるとこのやり方は、劇的にメンテナンスの手間を省き、 openoffice.org の新しいバージョンが公開された際にはサーパーのみをアップグレードすればよいとのことである。オパンドキアメントの議論において挙がった重要な問題にそのフォーマットが障害者に対してアクセシビリティがあるかどうかということがある。これに関してはフォーマットの仕様がアクセシビリティをサポートするか、そして実装は アクセス可能なのかという二つの観点から問題提起が行われている。オパンドキアメントの使用は集中的にアクセシビリティに関してレビューされていた。それの元ととなっている多くのコンポーネントはすでにワールドワイドウェブコンソーシアムによるウェブアクセシビリティイニシアティブのプロセスを経ている。また、すでにタグ付き PDF をエクスポートするオパンドキアメントファイルを読み込んだり書き込んだりする。 アプリケーションがある。アクセシビリティの確保に必要なほとんどのデータはすでにオパンドキアメントフォーマットに組み込まれていることが伺える。オアシスオパンドキアメント技術委員会はオパンドキアメント1.1の草案を2006年7月27日に公開しパブリックコメントを9月25日以降に受け付けた。このアップデートは使用に アクセシビリティの情報を加えるマイナーアップデートであり、主にソフトページブレイクのマーキング、テーブルヘッダのマーキング、プレゼンテーションナビゲーションのマーキング、代替テキストと表題、そしてプレゼンテーションファイルにスプレッドシートが組み込まれることに関して行われた。アクセシビリティの専門家であるピーター・コロンはバージョン1.1のレビューをアクセシビリティに関する 私たちのすべての懸念に着手されたことについて疑いを晴らすために行い、とても満足していると述べた。ピーター・コルンはオープンドキュメントのアクセシビリティについて詳細な考察を行った。彼はそこで視覚的、物理的、音声、認識に関して多くの不十分な点を指摘した。彼はまた特定の障害に応じて状況が変化することを指摘したが、 大半の障害者にとって知られている問題はない。マイクロソフトオフィスの代替製品を使っているユーザーには何かしらの問題に遭遇することがあるが、それは、トフフォーマットに必ずしもよるのではなく、むしろ補助テクノロジーのベンダーがそれらの OS において十分な開発を成し遂げていないことによる。例えば、IBM はワードプロセッシング。 スプレッドシート、プレゼンテーション編集機能を含むワークプレイス、マネージドクライアントから利用可能なワークプレイスプロダクティビティーツールズが2007年までに Windows 上で利用可能となる予定であると述べた。重要なことは、Open Document はオープンソースであり、オープン標準なファイルフォーマットであるため、Open Document ファイルを扱うために誰もが同じプログラムを使う必要は、 全くないということである。それゆえ、障害を持つ人が自分の好みに合わせてプログラムを選ぶことができる。ありがとうございます。